うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎くん、スーパーグレートゴールキーパー若林源三くん、小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち。そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼。対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君引き。さあ、行け翼。我々の大きな夢を乗せ、世界の大空に羽ばたけ、翼よ。さあ行こう、みんな。おお。運命の一戦が今まさにキックオフです。ボールを奪った。ここからチャンスを作れるか。シュナイダー君、ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。パスをもらった。マイヤー君、このパスをカットします。おっと、攻守交代だ。マーガスさん。石崎くん、ワンタッチで送る。これはタッチを割ります。スローインでのリスタート。いけ。パスを回す。シュナイダーくん、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。新田くん、ロングパスを受けます。若林くん、ロングパスを受けます。若林さん、ワンタッチで送る。マーガスくん、シュート。翼さん、ここはパスを出した。おっと、攻守交代だ。マーガスくん、シュートを放った。ダイレクトでパス。このパスをカットします。ボールを奪った。ロングパスだ。これはタッチを終わります。スローインからの再開です。ボールがタッチを割りました。ドイツ、この位置からのスローイン。これはロングスローだ。
それ翼くん、ボールを狙うも届かない。マガトゥくん、このパスをカットします。ドリブルでボールを運ぶ。ミサキくん、このスライディングが決まった。大きくパス。パントキック、どこまで運べるか。シュナイダー君、ロングパスを受けます。このタックルは不発に終わります。ジトー君、ボールを狙うも届かない。シュナイダー君、ここからチャンスを作れるか。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。パスをもらった。ボールを右サイドへ送る。これはタッチを終わります。スローインからの再開です。シュナイダー君、シュート。防いだ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、攻守交代だ。ハイネ君、ここはパスを出す。マーガス君、シュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。スライディングで止めた。石崎さん、ロングボールを送る。このパスを届く。石崎君、ロングボールを送る。スライヤー君、ボールを奪った。ここはパスを出した。あと、ドリブルを見送る。シュナイダー君、シュートを放った。ミサキ君、このボールを拾います。ニッタ、ニッタ君、このボールをコントロール。ゴールラインを越えてしまった。ゴールキックです。ミサキ君、いい形でボールを奪った。このパスをトラップ。石崎くん、センターラインを越えて攻め込む。さあ、ゴール前です。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。ジトー君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルで持ち出していきます。ここから一気に攻め込みたいところ。
伊藤君、シュートまで持ち込めるか。パントキックで大きく蹴り出した。マーガス君、ここからチャンスを作れるか。ゴールへ向かう若林君、これはキャッチできない。翼君、このボールを拾います。ここは様子見といったところか。